NHK をぶっ壊す。 NHK から国民を守る党の代表の立花隆と言います。はいはいはい、町田でございます。はい、はい、すいません、全然議員ではないんですが、町田でございます。ですね、ごめんなさい、私 LINE グループ入ってないんで LINE の詳細に関しては全く分かりませんので、そこら辺は、ちょっと発言はいたしませんが、その先ほどの、まあ、若干知ってる部分と先ほどのお詫び文を見さ、聞いた、まあ、感想というかちょっとした私の意見といいますか、ぜひお聞かせ、聞いていただければと思います。吉田さんの言っていること、正しいか間違っているか私は分かりませんが、言っていることは分かります。でなぜかと言いますと、やっぱりそのなんでしょうね、配信がいい悪いっていうのはまあ別として、会場がまあ混雑をしている状況だったと私は推測します。ごめんなさい、私全く会場にいなかったんで状況も分からないんですが、まあ、交通整理をされていて、なんでかそういう、まあ、いろんなことがあったというのはなんとなくですが自分なりに理解はしました。で吉田さんが、まあそのね、代表の方では越権行為だっていうふうにまあおっしゃってたので、まあ、越権行為なのかもしれないんですが、吉田さんがおっしゃってることを十分、私の方でも分かります。実はですね、私もこれ注意されました。配信をずっと前ですよね。参議院、じゃあ違う、柏の、応援に行った時にですね、まあ、配信をしていて、まあ、私はその配信になってしまうので、代わりに、まあ2名体制で僕一人で行ってしまうと、やっぱり配信に関わってしまうと、何もボランティアができないので、まあ、2人で1人という考えで、もう1名ボランティアの方を連れて柏の方に応援に行って、まあ、配信等をしていたんですが、やっぱりその件に関しましてもいろんな方から、配信ばっかりやっててっていうご意見も、いただきました。やっぱり外部から見てると配信ばっかりやってる人と、まあ、交通整理をしている人、まあ、どちらも重要なお仕事だと私は思います。 NHK から国民を守るとは YouTube を配信して大きくなった党なので、配信も大事です。関係者いただけますか。何を言ってるのよく分かんないですね。ご自身でもないんやから、その何を言いたいのよ。要するに吉田さんがそんななんかこう越権行為でしたみたいな感じのはちょっと違うかなっていう、まあ、僕の意見と。吉田君が越権行為言っていいんだから君が違うとおかしいである、うん、ああ分かりました。じゃあだから人の意見を勝手に自分のおかしいっていうのは、それはおかしい。